もっと回してもっとぶつけて最強の衝動手に入れるんだ。俺とお前の固い絆で立ち向かう。準決勝はゼロ G スタジアムが大破するほどの激闘の末、見事黒金ゼロ選手と葉山キラ選手が決勝戦に勝ち上がった。さあ最強ブレーダーの称号に輝くのは果たしてサムライインフレードの黒金ゼロ選手か、それともグラディエーターバハムディアの葉山キラ選手か。おい、どっちが勝つと思う？そんなの俺にわかるかよ。いずれが勝つにしても想像を絶する究極のバトルになることは間違いない。注目の決勝戦は明日だ。みんな見逃すな。おいキラ、てめえ、俺たちに無断で勝手な真似しやがって。一体あのデイは何なのよ。予定通り飛竜院忍は倒したし、決勝では必ず黒金ゼロを倒してみせますよ。何も問題ないはずですが。終わりだ。てか俺たちが与えてやったベギラドスはどうした。ベギラドス、はあ、どうせ勝つなら究極のパワーで相手を粉々に粉砕してやった方が楽しいでしょう。楽しいだ、冗談じゃねえ。ベイは確実に勝ってなんぼなんだよ。どんなベイでもスタミナが尽きてしまえばそれまで。スタミナに勝るベイこそが最強なんだ。そんなこともわかんないのかよ。お前たちこそまだわからないのか。な、岩山、てめえ。エクスキューゼモア、グレイシーズの皆様。ベギラドスと同様、あなた方の役目はすでに終わったのですよ。メルシー、あんた何言ってんの？心配しなくても、ベイブレード界のすべてはこの僕が手に入れてみせますよ。メルシーに作ってもらった、このバハムディアでね。てめえら、いつの間に。ふざけんじゃねえぞ。俺たちを裏切るつもりならただじゃんかねえ。お前たち、この裏切り者をやっちまいな。あ、ゴーシュバーグリア。ベイブレード界を手に入れようと思ったら、全世界のブレーダーたちを平服させるくらいの圧倒的な力の差を見せつけてやらないとね。ウィキラス、おっしゃる通りでございます。ただネオバトルブレーダーズに優勝するだけでベイブレード界を手に入れられると考えていたお前たちが甘いのだ。あんたたちは黙って見ているがいいさ。僕が頂点に立つ姿をそうやって這いつくばったままね。グラディエーターバハムディアか。バハムディアはまさに最強の攻撃型ベイだわ。まさか DNA がこんなベイを開発していたとはな。師匠、本部長。お、マル、忍の様子はどうだ。今治療を終えて病室に移されたところっす。先生の話では幸い大事には至らないって。そう、よかった。でもゼロが。え、ゼロがどうかしたのか。忍の仇を撃つって言って飛び出していっちゃったんす。きっと今頃また無茶な特訓でもしてるんじゃ。ふざけんな。何が DNA だ、何がバハムディアだ。忍をあんな目に遭わせやがって。見てろよゼロ、これが俺のベイ
しいな。サラマンダーもう限界だった。なのにシノブは俺にバハムディアの必殺演技を見せるために。くっそー、イスレード。いいよ、君がそのつもりなら望み通りにしてあげよう。バハムディア、キヨのやつ、シノブの気持ちをもてあそびやがって。絶対に許さねえ。俺たちのしてきたことが無駄かどうか思い知らせてやるぜ。あれはもはや特訓などではない。キラリの怒りと憎しみ、復讐心で荒れ狂い暴走しているだけだ。兄ちゃんがキレた時よりヤバいっしょ。ゼロは大丈夫っすかね。もしゼロがシノブの復讐だけに囚われ、バハムディアに無謀なパワー勝負を挑んだら危険だな。対戦相手への怒りや憎しみは冷静な判断を鈍らせる。まだだ、走れフェイド、もっと早く。バハムディアなんかぶっ飛ばせ。イフレード、誰だ。どうした、そんなことじゃバハムディアには勝てないぜ。な、まさか。久しぶりだな、ゼロ。銀河さん、お前のことはずっと見てきたぜ。よくここまで来たと言いたいところだが、今のお前じゃバハムディアどころかどんなブレーダーにだって勝てやしない。イフレイドが泣いてるぜ。イフレイドが泣いてる、どういうことですか。わからないならこいつで教えてやる。俺のサムライペガシスが相手になるぜ。サムライペガシス、銀河さんが俺と。面白い、望むところだ。今の俺たちの力を見せてやる。行くぜ、3、2、1、ゴー。俺はイフレードを託されたあの日からずっとあなたを、伝説のブレーダーを超えるために頑張ってきた。スネやマル、エイトやカイト、レン、そしてオークの仲間やライバルたちと共に戦い、自分を鍛えてきたんだ。そして決勝戦でシノブと魂のバトルをすることで伝説を超えるつもりだった。それなのにあいつは。いい音だ。さあもっと泣け、悲鳴を上げろ。あいつのバトルなんか本当のベイバトルじゃない。俺は俺のベイ魂にかけて必ずキラを倒す。シノブの仇を討つんだ。お前の言う本当のベイバトルとは何だ。お前のベイ魂と何だ。イフレイド、怒りや憎しみに囚われたバトルが本当のベイバトルか。復讐のために戦うのがお前のベイ魂なのか。お前がここまで頑張ってきたのは、かけがえのない仲間やライバルたちとバトルを通じて絆を深めるためじゃなかったのか。思い出せゼロ、お前にならできるはずだ。心から勝ちたいと思った時にこそ何も考えず、ただ目の前のバトルに集中すればいい。何も考えず。そうだ、これまでやってきた自分の全てを信じ、イフレイドを信じて。純粋にベイを愛する心があれば、おのずと道は開ける。ベイを愛する心、そうすることで俺は最後にはあの龍河とも心が通じ合えたと信じている。あ、さあ来いゼロ。これからが本当の勝負だぜ。行け、ペガサス。何も考えずに自分を信じて、イフレイドの力を信じて。
行け、リクレード。俺たちの全てをぶちかませ。いいぞ、その調子だ。さあ、もっともっと攻めてこい。まだまだ、イクレード。いい顔だ。それでこそ俺の見込んだ黒金ゼロだぜ。いいかゼロ、これだけは覚えておけ。バトルで最後の最後に勝負を分けるのはベイにかけるまっすぐな思い、勝ちたいと願うブレーダーの魂だ。銀河さん、銀河さん、ブレーダーの魂。さあ、いよいよネオバトルブレーダーズ決勝戦だ。楽しい日も辛い日もある、笑いたい日も笑えない日も、元気な時もそうじゃない時も、俺は今日も笑顔で頑張ります。強がる日も弱い日もある、乗れてる日も乗れてない時も、ついてる時もそうじゃない時も、曇り空でも晴れると信じて、この夜空に願いを込めて祈ります。君が明日も笑っていられますように。流した涙の数だけ強くなれる、そう信じて空を見上げてこう。今日がダメだと思っても明日につながる、ダメだから上を向いて笑って、 Here we go。 上を向いて笑って、 Here we go。 キラ、お前なんかにベイブレード界を好きにはさせない。さあ行くぜ。次回壮絶ファイナルマッチにゴーシェー。